珍しく他に長くいるせいか少し慣れないな。逃げ道はあります。宝を見つけたら次は酒だ。行くぞ。裁きのイカズチ。悪くない収穫だ。悪くない収穫だ。行くぞ。見切りました。やっ。ほう、嬉しいじゃないか。悪くない収穫だ。やれることは全部やったのに、残り2つの山がどうしても解けないな。考えよう。きっと方法があるはずだ。先ほど観察してみたところ、島にあるいくつかの山の内部に水脈と植物が見られました。大半の山がそのようになっていたので、何か仕組みのようなものでそれらを結びつけていたのでしょう。しかし今は山が崩れて、植物と水脈がつながっていません。すべての水脈を開通させれば互いにつながるのであろう。さすればアルベド殿の書き置きにあったように、巨大な楽器が完成して島それぞれが音を奏でるはず。ああ、目的を果たすにはそうするしかなさそうだな。あの花に聞いてみよう。きっと何か方法を知ってるはずだ。なあ、島の中に植物や水脈を失ってる山があるんだけど、それらを復活させる方法を知らないか？それなら力になってくれそうな花を知っておる。この上に仲間の氷風の心が住んでいる。彼女に聞いてみるといい。あなたたち、一体何者？どうして私のところへ来たのかしら。こんにちは。あたいたち、島の山にある水脈を開通させたくて、あんたの力を借りたいんだ。山を？ああ、なるほど。あなたたちも大音楽家になりたいのね。だったら私たちは同じ志を持つ仲間ね。たとえ私の力がかすかなものであろうとも、あなたたちのためになるならいいでしょう。私の花びらを取って旋律の交わる先に埋めてみてちょうだい。そうすれば地下に沈んだ山脈が音楽を響かせようと隆起するはず。とな。これでいいでしょう。ふむ、島が音を発しているようでござるな。逃げ道はありません。やっやっはっグオパー、火を吹け。はっだっ悪くない収穫だ。宝を見つけたらやるじゃないか。花びらを埋めてきたけど、何か感じたか？ええ、感じたわ。太陽が照り、海が宝石のように輝き、波がクリーム色の砂浜を打つ様を、岩に降り立った海鳥が優しくつつき、リズムを奏でている。どん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 と。音楽だ。音楽。そういえばこの島そのものが巨大な楽器だったわね。あなたも音楽家なら、その中に秘められた特別な意味を理解できるはずよ。潮風や波の花、潮の満ち引きが奏でる音楽は、この世界で一番ロマンチックなもんだ。みんな、あたいのライブを聴いてほしい。カズハ、風を感じ取れるか？どこへ向かって吹いてる？あそこでござる。拙者が風が吹く頂へと案内しよう。ついにこの時が来たぜ。みんな、あたいは前、思いもよらない人とライブしたいと願った。そして今日、その答えをこの島で見つけた。それはかつてこの島を巨大な楽器に変えた人だ。名前も顔も知らないけど、そいつは間違いなくペイワットで最も偉大な音楽家の一人だと思う。まさかこんな楽器に出会えるなんて思わなかったぜ。潮の満ち引きを利用して音を奏でるなんてな。いや、この音楽はソウルメイトへと送るもんだからな。原住民に合わせた方法で合奏するつもりだ。今日はロックじゃなくて新しいもんを見せてやるよ。あんたがこの合奏を気に入ってくれますように。どうだ、なかなかいい響きだったろう。ええ、素晴らしかったです。多様な音の調べ、聞いたことがない。実に興味深いものでござった。それになんだか上品だったな。それから、なんていうか、とにかく今までと全然違ったぞ。あんがとな、みんな。これであたいの願いも叶った。他にやりたいことはないのですか？ああ、ねえな。今夜はぐっすり眠れそうだ。みな、これでしばらく時間が空いたと思う。そこで一つ提案があるのでござるが、ファデュイの拠点に行ってもう一度状況を確認しようと思うのだが、どうでござろう。おや、あなたたちもファデュイの拠点を見つけていたのですか。ふむ、まさかお主も？私は天才占星術師ですからね。それに前にも言いましたが、水裏の番が少し回復してきています。今なら占いでここの状況を感じ取ることだってできますよ。え、ここにもファデュイがいるのか？ええ、それから今日フィッシュルと別れる際にこのことを伝えておきましたから、彼女の心配はいりません。仮にファデュイに遭遇していても身を隠すでしょう。なるほど。それではこちらも情報を共有しよう。奇妙な装置に取り乱すファデュイ、それがあの元凶と関係しているということでしょうか。断言はできない。だが全く無関係とは思えぬでござるよ。確かに可能性はあるな。なら早速拠点に行ってみようぜ。駐留していた痕跡や装置はまだ残っていますが、誰もいません。妙ですね。まあいいです、占ってみましょう。力が流れている。皆さん、ファデュイの痕跡を占うことはできませんでした。それに水裏の番がまた濁ってしまったようです。ただとある力が集結して形になっていくのを感じます。集まっている先はあの島です。次の元凶は誰に関係してるんだろうな。はあ、まずは行ってみましょう。手がかりがあるかもしれません。着いたでござるな。あれ、フィッシュラ？はあ、ほんとだ。おーい、フィッシュラー。はっ、来たわね、愚かな進化たちよ。おや、お久しぶりです。ん？そんなに経ってないと思うけど。あ、そのお嬢様と私はある気配を察知し、すぐさまこの地へと駆けつけたのです。皆様が来るのを待っていたところ、思ったより早くご到着されたので。なんかオズのやつ緊張してないか？おいらの気のせいかな。幽夜浄土の到来を目前にして、私は祝福の儀典を準備しなければならない。お嬢様、また一人で行動できるわ、オズ。もし深き夜の襲撃に縁起の情を抱いたのなら、白日に燃え盛りし光へと引きなさい。お嬢様、そのようなお言葉を私に言わないでください。私はあなたの従者であり、目でもあります。決してお嬢様から離れることはありません。詮索するような目で見ないでちょうだい。とにかくまだ説明をする時ではないわ。お嬢様、皆様申し訳ございません。お嬢様は機嫌が悪いようでして、どうかお気になさらないでください。それでは失礼いたします。はあ、別行動を取り始めてから随分と経ってるのに、まだ機嫌が悪いようですね。フィッシュルの様子を見た感じ、この辺りに現れる元凶は彼女と関係があるのかもしれません。拙者と関係する元凶に近づいた時も、かすかに親しみのある気配を感じたでござるよ。あたいもだ。理由はわかんねえけど、何か面白いことが起こりそうな予感がしたぜ。ええ、フィッシュルとオズが何かを感じ取ったということは、その予感も当たっているということです。自分の元凶と向き合いたくないから、フィッシュルはあんなにイライラしているのかもしれませんね。そんな、どうして？多分彼女の元凶には他の人に知られたくない秘密があるのかもしれません。皆さん、一旦ここで休みましょう。元凶が現れれば謎も解けるはずです。手合わせならいつでも付き合おう。